伝説によると、岩王帝君は岩の槍を海に投げ、魔人を封印した。その岩の槍が長年の風化を受けて、今の景色となった。こんな大きい山が岩王帝君の武器？俺たちが見ているのは氷山の一角に過ぎない。あの時、帝君が投げた槍の数も体積も、これをはるかに超えている。ただ、角度の違いや、それから海水や重力の影響で、その多くは海の底に沈んだんだ。そちらが見つけたものは確かに、渦の魔人の影響で岸に上がったものだが、魔人とは関係がないな。一方、俺たちが見つけた石板には、不思議な模様がある。魔人の力も残っているな。研究に役立つと思うぞ。そうだ、あのコップは売らない方がいいぞ。ん？なんでだ？あれは行幸のコレクションで、軍玉閣と共に落ちてきたんだ。七星を敵に回したくなければ。けど潮の魔人は優しく力もあって、みんなに愛されていた。見せられないものなどないはず。だから真実を隠したいのは犯人のモラクスだと私は考えているわ。石碑に明かりをつけた後、何も起こらなかったのよね。ここの石碑は正しい順番で明かりをつけないと封印の解除ができない。最後、彼女が見つけたのは今の。でもその安らぎもモラクスに壊された。無用の争いを避けるため、遺跡に入る前に一つ提案があるんだが。何でしょう？契約を結んでほしい。内容は、順番に物を取る。一度に一点のみ。誠意を示すため、俺はカウントしなくていい。おい！せっかくのチャンスを諦めるのか？これを地面に刺すと、そこから潮が溢れてくる。深く刺すほど得られる潮の量も多い。つまり潮の豊作だ。つまり契約を破るのか？だったらなんだ。この遺跡の罠もほとんど分かったし、あんたがいなくても結構。そもそも俺が雇い主なのに、なんであんたに従わないといけないんだ？契約を結んだからだ。岩王帝君はこう言った。契約を保護する者は岩食いの刑に値すると。それはリーウェの神だろう。俺はスネージーナヤから切った。岩食いの刑、その身をもって体験するといい。無事じゃ済まないがな。天道地天理チョークた、いや、はっ、敵立先陣、隙あり、甘い。逃げられなかった。その獲物も没収する。戦争中、モラクスが私たちの神を殺した。潮の魔人の力を奪うために。憎いわ。でもリーウェはモラクスのリーウェ。歴史だって改ざんされてるに決まってる。だから証明したいの、モラクスが悪で残酷な一面もあるってことを。ふん。契約に従って真実をちゃんと公正に判断してくれるわね、勝利殿。もちろんだ。それにリーウェはもうモラクスのリーウェではない。これは剣？剣の断片が二つ。考古学的な見地から言うと、それは二つの文化財になる。契約に従い、そのどうしてよ。だってクリメントのやつはもう。ああ、だが一点のみの契約はまだ有効だ。同時に二つもらうのは契約違反になる。それはなあ勝利、悪意はないんだし、
少し融通を聞かせたら？契約に融通はない。守るか。ダメ、半分だけもらっても直せっこないわ。そしたら潮の魔人の力だって。私の信仰のために何が何でも、契約違反になっても構わないわ。決心はついたか。では代価を支払ってもらおう。天道地天理チョーク勝利。岩喰いの刑を受けることになるぞ。天道地天構わない。民を守るため犠牲になった潮の魔人と比べたら、そんなの大したことないわ。どんな処罰でも構わない。私の信仰を守れるなら。女性を殴っちゃダメだ。それで許されるのなら楽だけどな。罰として真相を教えよう。残念だが潮の魔人ヘウリアは強い魔人ではない。むしろ弱い。譲歩ばかりしてきた彼女は七神の座には登れない。敗者だ。魔人戦争時代、魔人たちはテイバット大陸を奪い、ヘウリアは逃げることを力と知恵を尽くし戦った。土地を攻めて失い、戦火の影響は自分と民たちに波及しないと思う。長い戦争の中で彼女は民を守る武器すら持っていなかった。武器すらない。でもこの剣は。ああ、それは潮の魔人の遺物ではなく、彼女を殺した凶器だ。そんなバカな。さてはあなたもモラクスの信者なのね。騙されないわ。おい、勝手に行くなよ。ああ、出なければ真相を罰にしない。俺だって話したくないからな。先へ進もう。そこにはおそらく彼女が真相を受け入れざるを得ないものがある。ここだ。ヘウリアだったものが崩れ、塩しか残っていない。これが彼女の最後だ。物語の続きだ。彼女の戦争は残酷、その優しい魔人ではない。山は苦痛を味わわせるよりも、どんな弱い魔人を自由にしたかった。それが死ぬ時にやられる力は、大きな風呂では耐えられるものではない。生き残った民は命を損壊は、ヘウリアの希望を求めるため、いいように戻ろう。ここに戻って、彼女を忘れる必要はなかったが、剣を追って彼女に奉納し、最後まで抵抗しなかった魔人が、自分のために怒りを抱くわけ。今回も容赦ないな。それが彼女の払う代価だ。が悪いことばかりでもない。数千年前、戦乱に満ちたリーユエで俺たちは戦った。魔人が封印された。幸運閣も千年の時を経て、逸話と伝説しか残っていない。オセル、俺たちは敵同士だが、旧時代の対立は所詮旧時代の思い出に過ぎない。ああ、ヘウリアの遺物はお前が飲み込むといい。お、リーウェ公の霊石はこれで一つなくなった。天地万象、後世に任せるとしよう。